んにちは。4月3日水曜日お昼1時になりました。ユーミーのメイドインファッション。はい、今日もOK通り FM 那覇のスタジオを飛び出して東京のスタジオからお送りしています。お昼休憩の方も今日がお休みですという方も 78.0MHz にチャンネル合わせていただき誠にありがとうございます。はい、今から約1時間私ユーミーとお付き合いください。皆さんからのメッセージもたくさんお待ちしております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp まで。ツイッターや YouTube にて、FM 那覇のアカウントを検索すれば動画も配信していますので、そちらもご覧いただけるようになっています。ツイッターと YouTube どちらもアルファベットで FM そして漢字で那覇と入力しますと、この FM 那覇のページが検索されますので、ぜひ私のユーミーのチュラゴは見たいよっていう方いらっしゃいましたら、そちらもどうぞご覧ください。今日は先週先々週に引き続き、この今オープニングでかかっています私のバンドデベッソからギターのトモヤさんを迎えておしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。今週もお昼のテンションかよっていう感じだけど、いやいやいや、もういいんだよ。全然あのもっと普段みたいに、ギャハハハっていう感じ出しても前はなんか1回目の時はすごいテンション高く、よーし放送だっていうのでガッて言ったら、緊張してるのって言われて、じゃあ普通に落ち着いていけばこの感じもいいですね本当によろしくお願いします。はいはい、じゃあ今週もどうぞよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、ドラマーユーミーです。ギターのトモヤです。はい、今日はデベッソの、私ユーミーとギターのトモヤさんをお迎えして、はい、先週と先々週に引き続き、もう今週もね今週もよろしくお願いします。はい、おしゃべりしていきたいと思います。はい、もう、うんうん、私たちは今東京のスタジオから今日お送りしているんですけれども、ね、はい、もう東京はだいぶすっかり、だいぶすっかりまあ桜も葉桜ポツポツになってきて、そうですね、僕も今日お花見のお誘いありましたもん。あ、本当？うん、え、じゃあ行かないでこのラジオやってくれた。もちろん、ちょっとすみません、ね、全然全然、なんていうか本当にありがとうございます、呼んでいただいて。もうありがとうってことは行きたくなくて。違う違う、バカじゃないのもう呼んでいただける、全方位に向かって呼んでいただけることにありがとうございます。だからもうすみません、もう先にこっちが決まってたっていうのがあったから、うん、ね、それはまあしょうがないから、ありがたい、ね、性格のあるさが出たね今ね最初のこの俺がこう張り切って喋ると緊張してるので落ち着いて喋るともっといいんだよってこう常に上から来るっていうね。ごめんなさい、本当にね、よろしく、丁重に行こうよ、丁重に丁重にね、はい、本当にもう助かってますよこっちは本当ですかこちらは、こちらとしては、何何何、友達先生に来ていただいてですね、うん、話が弾んで、本当ですか、もうラジオに花を添えていただき、いやいや、いいでしょう、うん、ね、花見なだけに花を添える俺がやってきたぞいやー見ますね。あ、よかったよかった本当に。というわけで
花火行った、うん、いやあのね、じゃあその今日断ったやつ以外でさ、いやもうなんだろうね、花見のシーズンでやっぱりこの、うん、桜が咲いてる期間って短いわけでしょ。そうだよね。でなんか年々さ、うん、短くなってる気もするんだけど、気のせいかな。分かんない、分かんないけど、やはりその短くなってるって感じるんだ。そうか、そう、なるほど。なんだろうね、なんかでも、あ、そっか、うん、まあそれはいいとして、まあいいです。やっぱりなんか短い期間だから、うん、このやっぱり誘っていただけるところでタイミングポンっていけないと、やっぱりお花見シーズンってあっという間に終わっちゃうんですよね、うんうん、だからなんかそういう意味では花見に参加したことがあるのはなんかあんまり最近はそういえばなかったかもな、うん、ここ数年は。そうなんだ、うん、あります。あ、でも私も今年は花見してないですね、うん、今年はね、うんうん、去年もしてないかな。あ、そう、一昨年したかな。だから俺と同じだね。本当だね、なんか意外としてないんだね。そう、だからなんかやっぱり歩いててさ、うん、このあ咲いてんなとかって見る、まあ花を見るっていう意味では、うんうんうん、そうなんだけどね。いや、いいよね、こっちの桜って。あ、そうなんだ。京都のさ、あ、京都じゃない、うん、出身滋賀じゃないですか、うん、ごめんなさいね。何、いや間違えたから今出身。あ、全然全然。滋賀は、うん、東京と咲いてる桜は一緒なの、種類って一緒なんじゃないの。それ違うところもあるし、一緒のところもあるんじゃないの。そうでしたか。え、何何何。いや、違う違う、沖縄の桜は全然違くて、うん、あ、そうなんだ。もっと早いのね、咲くのが。あ、暖かいから。彼岸桜っつってめっちゃピンクのやつで、はいはいはい、あのなんだろう、こっちみたいにさ、うん、なんか一気にボンって咲くんじゃなくて、うん、なんだろう、すごい球体みたいにさ密集してポーって咲くじゃん、なんか、うん、わかる、球体みたいにね、うん、うんなんか一気に咲くからさ、うん、あのなんていうの、花の量が多いっていうか、こっちの桜は。ああ、そうなんだ。ソメイヨシノとか、はい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 、そういうのって、うんうん、だからめっちゃなんていうのかな、あの 絵に描きやすそうなさ、なんか木の枝描いてさ、うん、ピンク塗ったらもうそうなりますみたいなぐらい、うん、こうわーって咲くイメージなのね。ああ、いっぱい、あの花びらがね、花びらがたくさん綺麗でできるなと思ってて、うん、とそのだから沖縄の彼岸桜は、うん、結構ポツポツな桜が、で真っピンクで、うん、全然本当に違うのね。あ、見た目の感じが違うんだ。もうなんか、へえ。でもこっち来て、うん、なんかうわ、本物のあのドラマで見る桜やみたいな。あ、そう。気持ちになって、うん、でそしかも彼岸桜ってさ、なんでそこだけ、ちょっとごめんね、ん、うん、なんでそこは桜やってなんでそこは関西弁になっちゃったのかなって沖縄の話してるのになって釣られて、うん、ごめんごめん、うん、ほんで桜だと思って、うん、で何の話だっけ、そうそう、それでもう彼岸桜って、うん、花びらひらひらとかじゃなくて、はあ、もう花のつぼみごともボトッと。あ、そうなんだ。そう、へえ、それはそれで綺麗なんだよね。なんだろう、その綺麗の種類が違うっていうか、うん、ああ、どっちがいい、どっちがいいの。いや、その彼岸桜はボトッと落ちるからさ、うん、花ごとさ、なんか、うん、あ、かわいいって思えるじゃん、その落ちてても、うんうん、でもこっちはさ、なんかさ、なんか舞う時が綺麗だなって思う、うん、だからそれぞれの良さがあるってことだ。そうそうそう。で、こっちに来て、うん、なんかそういう、うん、東京に住んでもう今何年ぐらいだ、10年経ったないぐらい、8年とか、はい、それぐらいで、なんか言ってもさ、8回しかそのシーズンないからさ、はいはい、まだ、うん、まだ全然すごい新鮮に桜を楽しめてる自分がいて、うん、何何、いや、うん、8回はあんねやって俺は思ってんねんけどそれは少ないか多く。いや、あ、なるほどね、うん、多くないでしょ。てか普通に生きてきてさ、そうなんか30回分さ、あの桜のシーズンが来る、来てるって思ってもさ、なんか少ないなって感じるよ。そうなんだ。私は、まあ、そうこうあれですけれども、うん、30回目の春を迎えてるっていうことなんですね。いや、もうなんか、あ、そうそうそう、そうそう、お誕生日なんですよね。30歳迎えました。いやいやいや、ありがとうございます。いつですか。3月31日。なるほど、おめでとうございます。些細な日です、ありがとうございます。いや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 、ね、無事レベル30を迎えました、レベル30とかレベルなんとかって言うよね、みんなね、最近。いや、そうでしょ。だってもう年上にはもうかなわないよ、うん、だからレベルだよ。そうなの。だから自分より上の人はもうレベル高えなって思うし、うん、はい、
別に下が低いなんていう話じゃないんだけど、もう中でもう大丈夫です、大丈夫です、本当になんていうか、あの僕はもう本当にね、みんな素晴らしいなって思ってますけど、うん、まあ自分の中のレベルとしてね、俺はレベルとは思わなかったんですけど、うん、ね、全然全然本当にいいと思いますよ。いつも通りですね、今日も。いつも通りですね、本当に。で、何の話したっけ。そう、桜の話したじゃん、うん、はい。でだからね、なんかあの花見とかってさ、はい、ちょっと疑問に思ったことなんだけどね、おうおう、私が、うんうん、花見って何する、花見何するのなんかその見に行って、ね、うん、ちょっと花見って何するのってすごくあれだよね、なんかこの、あの、そう、あの、あの、何ですか、あの、なんかこう花見行ってさ、みんな何するんだろうね、うん、すごく花見るのは分かるよ、それは。すごく外国人の観光客みたいなこと言うなって思ってすごくお、なんか面白いこと聞くなって思うけど、まあ確かに、うん、みんなそれぞれの花見の方法はあると思うけど、俺もだからね、全然花見とかって少ないから、うん、ただでもシンプルにお酒飲むんでしょ、うん、そうね、俺はもうそうだし、そうなるよね、やっぱり、ね、そうで毎回いつもあの寒いねっていうの、意外とそう寒いんだよね、俺毎年そう思う、うん、あのなんていうかさ、こう季節が巡り巡るときにさ、もう夏ってこんなに暑かったっけって思うし、うん、冬ってこんなに寒かったんだっけって思うし、うん、だけど、うん、毎年春になるとあったかく思うけど、花見の季節は意外とやっぱまだ寒いんだよねっていう風な、なんかその感覚をね、いつも毎年思い出すんだけど、この季節になると、そうだね、うん、こっから信じられないくらい暑くもなるし、信じられないくらい寒くもなるから、本当にそれをかみしめるのが俺の中にとっての花見だどうだ、弟子ということで、でしたじゃないよ本当に、よろしくお願いします、うん、でもなんかどういう花見がいいかみたいなのはある、やっぱりこう、どういうことをしたい、そう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 、何をしたいかっていう、何をしたい、だから俺はもう本当に、あ、またこの季節がやってきましたかですよ、だからもうこれから意外に寒いねっていう会話もするし、うん、さっき言ったなんかこういう季節のとか天気の話するのすごい好きだからさ、俺、うんうん、天気好きだよね、なんか晴れの日とかすごい異様にテンション、異様にっていうか、うん、まあ普通に人間として当たり前、生き物として当たり前だと思うけど、わかんないんだけど、なんかこう変なことおっしゃいますね何おっしゃるんですか、なんかね、やっぱりいいじゃん、なんかこう、うん、毎日同じ、なんか毎年なんかこう同じこと言ってるけど、そういうのが俺意外と好きなんですよ、うん、うん、だから俺にとっての花見は意外と寒いんだよねって話して、うんうん、みんなでワイワイして、うん、そのまま、うん、帰るって、あ、花見っぽかったなっていう、あ、なるほどなるほど、そうそうそう、みんなとね話できるといいよね、それでね、確かにね、来年はじゃあ、うん、やろう、来年ですか、うん、お花見、そうでも何でも、うん、そうだね、うん、お花見できるといいですよね、うんうんうん、まだいつまでできるんですかね、なんかそれは自分次第なのかな、うん、そうだね、花びらが散ったとしても、うん、それを花火だと言えば、うん、花見なわけないんだよねまあなんかそれは俺さすが無理があったなと思ったけど、うんうん、なんかやりたいよね、うん、ピクニックみたいな感覚もあるよね、きっとね、ピクニック、あ、でも気持ちいいよね、うん、そうそうそう、晴れてたらさ、そう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 、開放的になるし、うん、なんか普段と違う遊び方っていうか、そうだね、なんかそういう、うん、ようやく春が来て外に出れるっていう、いいよね、年に1回ぐらい、そうですね、うん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 、いいと思う、みんなさんも多分聞いてらっしゃる方も、ねね、まさに花見しながら聞いていただいてる人もいるんじゃないですか、そうですね本当ですか、どうなんでしょうね、いらっしゃればいいですけど、まだだってこれ、4月3日ですもんね、そう、ちょっと今日はまあ収録で お、うん、あのお送りしているんですけど、だからまだ3月中なんで、はい、そうですね、それこそまさに今もう由美さんの誕生日、そうなんですけど、まあそれはもう、ええ、そうということなんですか、なるほど、ありがとう、ありがたいですけど、でさ、4月1日にさ、はい、もう新言語発表されてるからさ、はい、これはもう放送されてる時にはそうだよ、もうみんなは俺ら何々元年って言ってるからね、が始まるっていうね、うん、もう皆さんは知ってるっていうことです、そうだ、始まるっていうのが知ってんだ、5月からだもんね、変わるのはね、そうそうそう、何の言語になるかっていうのはもう、うん、知ってる人と知らない人の会話になってるからすごいそこら辺もなんかやっぱり、うん、
やっぱりなんか知らないってちょっと恥ずかしいじゃん、じゃあ知らないのを分かった前提で何になるかっていう議論を巻き起こす。いやいや、もうそれはねもう終わってるから、もう悲しいか。いや全然、だから恥ずかしいはエンターテインメントだと僕は思うのでお楽しみいただければいいなと思います。そうだね、何になってるかなっていうところで。そう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 、じゃあここで何も脈絡ないですけど。いやいや、そんなことありますか。まあまあ、じゃあちょっと、うん、はい、じゃあともやさん選曲で1曲ちょっとお送りして、うん、そうですね、やっぱりなんかこの春っぽいっていうか、うん、春ってなんか軽やかな気分になるから、うん、なんかあのそういう、こうね、ふわふわしてる感じで、うん、ナイスリトルペンギンズからフライングという曲をぜひお楽しみあれ、はい、じゃあ聴いてください。はい、FM 那哈哈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 哈。デベストドラマーユーミーとギターの友さんでお送りしています、メイドインパッション。聞いていただいたのはナイスリトルペンギンズでフライングという曲でした、はい、いいですね。すごく爽やかでしょ、うん、春に似合う、うん、なんか軽やかになるしね、うんうんうん、なんていうかもう、うん、なんかこの曲すごい好きで、なんかやっぱりこういう曲って、うん、なんかね先輩に教えてもらってるのね、うん、こういうやっぱりで、なんか聞いた時にやっぱりずっとなんかこうずっと離れないっていうか、うん、あーこれあの曲好きだったなとか、ふとした時に聴きたくなるような曲ってあるじゃない、うんうんうん、なんかね、なんかサビのメロディーすごいキャッチーだしね。そう、なんかハモりやすそうでもあるしなんかシンプルでね、うんうんうん、なんかすごくいい曲で、なんかふとした時に聴きたくなるような、うん、そういう曲の中の一つ、いや、うん、知れてよかったなっていう曲なんで、みんなにも皆さんにもね聴いていただけるっていうのが嬉しかったです。はい、いい曲、うん、いい曲だね、本当にありがたいね。なんか思い出とかあったの、うん、曲でなんかその先輩のそれを思い出すみたいな、その曲聴くといろいろ思い出したりするじゃん。ああ、そういうエピソードとか、なんか、いや別にでもなんか、なんだろう、なんかふとした時に聞きたいなって思って、うん、iTunes とか、うんうん、すぐ開くだけだから、いろんなことが混ざってて、でこの時に必ず聞くんですっていうわけじゃないけど、でもやっぱりね、うんうん、いい天気の日には聞くね。ああ、なるほどね。ああ、いい天気の日には聞く。確かにいい天気の時に外歩く時にすごいぴったりな曲だなって思いました。楽しい、うんうんうん、楽しいよね、ね、爽やかで、うん、どういう時に聞きたい、逆にこういう曲は。どうだろう、あの車ドライブしてる時とかはいいかもなと思った、うん、いいよね、高速とか、なんか高速とかその、うん、あの車道出る時とかでさ、うん、なんかこう予期せぬなんかいろいろあるじゃない、ね、あ今赤なったみたいないやちょっと怪しいよそれは、赤信号渡ってるような感じになってるけど。いや違う、渡んないよもちろん。あ今の赤だったねっていうのは、それはもっと渡り赤になったってこと。あそういうこと、赤になったっていうこと、赤だったじゃなくて、うん、赤なったっていう歌。あ今赤になったって言った。だから そういうのがさ、まあ、例えばの話例えばの話だから、なんかその、うん、わー今割り込んできよったみたいな、そういうのがさ、うん、もうこの曲聞くとさ、うん、なんかすごい、うん、あーどうぞどうぞみたいな、あなんか余裕のありそうな優しい気持ちになれるよね。そう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 。でもねこの曲2分30秒だから、あー短いんだね、2分30秒くらいだから、うん、もうだからユミの優しいタイミングが2分30秒間しかない。いや2分30秒もある2分30秒もあるんですね、素晴らしいですね。そういう雰囲気の優しくなるような曲ちょっといっぱい教えてください、はい本当に1年分くらいね、そんなのあればいいですね、私が優しくいられるために、いいことですね本当にはい、というわけでお聞きいただいたのはナイスリトルペンギンズでフライングという曲でした。はい、この前、うん、まあ先週か3月、そうですね、26日、はい、
ライブでしたね。デベストライブでした、渋谷で、うん、はい、渋谷のツタヤオークレストというところで、はい、もうかれこれ3回ぐらい出させていただいてる、うん、チアーズというイベントに出演しました。はい、なんかこう、なんだろうね、私と、うん、ベースのバンビで、うん、デベスト結成したばっかの時に、はいはいはい、やっぱ新人バンドだから、うん、バンドのことを知ってもらうことってすごく、ね、うん、自分たちでこう動かないと分かってもらえないから、うん、対バンとかもさ呼ばれないわけじゃん、うん、だから対バンイベントとかたくさん呼んでほしいからって言ってオークレストに CD できたその、はいはい、デベストのデモを持ってった時にその渡した人がハッチさんって言って、うん、まあ、1個下なんだけど、ハッチさんがブッキングとかいろいろやってて、うん、でその人がそのデベスの CD をしっかり聞いてくれて、うん、でぜひ会うこのイベント会うと思うんですけどって言って呼んでくれたのが、去年か、うん、一昨年からもう出させてもらってるかな、はい、チアーズっていうイベントなんだけど、はい、ね、うん、どうでした？いや、なんかそういうのも今思い返してたなと思って、あ、そういうことね。いや、だからね、そうですね、結構楽しかったよね。結構っていうかライブはやっぱ楽しいな。なんかその、うん、そうだね、なんかやっぱりこうイベントとか出てて、うん、なんかライブって自分たちが演奏してること以外のこともね、やっぱりなんかストーリーがあって、うんうん、なんか多分来ていただいてるお客さんとかって、うん、もちろん僕たちの音楽をすごく楽しんでいただいたりとか楽しみにしていただいてるっていうのはすごく面白いなんでありがたいなと思うし、うん、まあそれと一緒になんかこういうその日出てるっていうなんかイベントとかね、うんうん、こういった場所っていうのにも同じようにストーリーがあるし、うん、なんかそういったところも面白く感じていただけるような、うんうん、そういった日になったのかなと思いますね、うんうんうん、そうね、対バンもすごいなんかいろんなジャンルがいて、はい、ならではですよね。そう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 、やっぱりこういうイベントならではの、うん、若い子も10代のバンドもいたし、うん、今日はなんかえらく年齢のことをおっしゃいますけれども、何かいやいや全然レベル30っていうのはこういうことなんでしょうか。うちそこでレベルの話じゃないけど、なんかすごく何かにつけていやいや、じゃあいいじゃないですか。その時にしかできないフレッシュさをさ、やっぱまたこうやって対バンとかで見ると、はい、なんか あのこのピュアな気持ちを私は忘れちゃいけないなっていうのとか改めて感じるわけですよ。あ、なるほど。楽屋のそのあのなんていうの言い方とかも可愛いじゃん、はい、もうお疲れ様でしたみたいな、ぜひ頑張ってくださいとかって言われると頑張りますみたいな。あ、なるほど。っていう気持ちにならない？いや、僕はもう本当にみんなすごいなと思って、本当にすげえなと思いました。いや、懐かしいねなんて、うん、なかなかやっぱあるかな、どうなんだろうな、うん、なんかみんなやっぱりさ、俺中学校小学校とかバスケしてたけどさ、うん、相手の学校のチームって、うん、なんかねもうやっぱり強そうに見えるのよ。うんうん、そうだよね。うん、そうそう、うんうん、だからなんかやっぱりね、この楽屋ならではっていうのもあるんだけど、うん、こういうイベントとかで初めましてみたいな人がいると、うんうん、そう、なんかみんなすごく上手くてすごそうっていう。あ、確かに、分かんないがゆえにね。そう、ライブもまだこう初めてやるときとかさ、もうね、すごいなんかドキドキするよね。どんな感じなんだろうってなるよね。そうそうそう、別に勝ち負けでもなんでもないけど、うんうん、なんかこうそういったねスポーツは違うところはあるけど、うん、なんかすごそうとか、うんうん、なんかそういったものが学園の空気にはあるよね、うん、確かに。でも、だから俺はなんか結構、あ、そういう意味では、うん、なんかやっぱりみんなすごいなって思ってるから、うん、対バンのみんなが、そう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 、うん、なんかちょっとその空気に飲まれないように、うん、自分だけの時間を過ごすっていうのでね。確かにそれ大事だよね。大事だったりするよね。ライブ前の自分のルーティーンっていうかさ、うん、このその周りに自分のリズムを、うんうん、こうなんていうの、崩されるよっていうか、うんうん、周りが崩すんじゃなくて、なんかその自分がどう保つかみたいなの。そうだね、なんかやっぱりこの影響されやすいし、うんうん、ドキドキするし、うん、不安だなっていうこともあるし、う
ね、そういったものじゃなくて今まで通りにとか、うん、まあ、なんていうかやってきたことがあるしね、それ以上のことなんていうのも、まあ、もちろん出る時もあるし、うん、でもなんかね、自分のことを信じてってなるとやっぱりそうなるのかなって思う。なんかこう、ね、うん、でも若い時とさ、うん、こうなんだろう、年齢を重ねていくごとにさ、うん、そういう気持ちってだんだんやっぱり変わってくるよね。若い時やっぱりさ、その自分に自信がないからさ、もうなんかもう、こいつらよりももう絶対もう負けないライブしてやるみたいな、で、うん、いつもよりももういつもよりもじゃなくて、もう今日は今日でもう 120% 以上出すように頑張るみたいなのとかさなんかよくわかんない頑張り方するじゃん。そうだね、多分それはなんかその、うん、いいよね、自分に自信がないからっていうことではあったよね。なんかやっぱりそういう時はなんかやっぱり認めたくないっていうか、自分がこう、うん、なんかね、こうなんかなんていうの、気張ってないとダメっていうか、よろよこね、ちょっとがっちりこうっていうのがあるよね。でもなんか今はなんかもうやっぱり、いやなんか別に、なんだろうな、でも何周も回ってさ、なんか、うん、もうそんなやってもみたいにならない、うん、そう、何周も回ってるような意識はないんだけど、うん、俺の中では、うん、なんかやっぱりみんなそれぞれなんかそういう過ごし方から見て、ああなるほどって思うことはたくさんあるし、勉強になることもあるし、うん、俺はなんとなくそういう人とたか見て、やっぱりな、うん、ああ俺はなんかやっぱりそういうのは観察しがちなんだなって思ったから、うん、俺はなんか自分のことをこういつも通りできることをやろうって思うんだよね、うん、だからこそライブが終わったら、うん、こう、いやお疲れ様でした、ありがとうございましたっていう気持ちにようやくなれるっていう、はいはいはい、あ、そうだよね、うん、でも対バンしたら仲良くなるもんね、うん、そうだね、なんかそこまではさ、その自分たちのやるべきことっていうのをしっかりやるために、そう、エンターテインメントとしてこう頑張るぞみたいなのがこう決まってる、決まってるっていうか、こう空気感がなんかこうちょっと、うん、気を張ってるっていうこと、あ、そう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 俺らは気を張ってるっていうのがなかなか出ず、気張るっていうとなんかまたちょっと違うニュアンスになりそうな気がする。そうだね、うん、まあ、気を張って そ, う、ね、それがようやくこう終わってふーってなったところで、そうだ ね割とだから打ち上げとかでさ、本当に仲良くなるバンドもいるよね、うんうんうん、だからこの前のだからその、うん、あのその26に一緒に対バンしたサンセットボブっていうバンドのドラムも女の子で、うん、自分と一緒で、うん、でなんか、ね、うん、すごい上手くて、うんうん、めっちゃちっちゃくて華奢なんだけど、うん、しっかり叩いてて、うん、なんかもう外音とか目つぶって聞いたらもう男の子が叩いてるような、うん、もうメロコアパンクとかもガンガン叩けるし、うん、すごいなと思って、うん、終わった後とかなんか、あ、実はあの知ってたんですみたいに言われて、あ、そうなんだ、そうなんだみたいな、でそっからちょっと仲良くなって、あの実際年ももう同い年で学年は違うっていう感じだったんだけど、仲良くなって今度ディズニー行こうねっていうところまでディズニー行こうねっていう、そうそうそう、なるほどね、なるほどね、なんかやっぱりあれなんですね、なんかそういう風にドラマーとしてもうそういう風にやっぱり思うんですね、なんていうか素晴らしい、それは思いますよ、だってやっぱりそういう考え方あるんですね、うんうん、素敵だったもん、うん、なんかでも打ち上げってそういうこうマジックあるよね、なんかお酒も入ったりとかしてさ、うん、これなんか終わってフーってなってるところで、うん、もうちょっと君たちのバンドよかったよみたいなのになる時ないの？いやなんか随分上からじゃないですかそんなよかったよなんて俺よく言えないですよ、そんな、いやなんかもうやっぱりみんなすごいなんかね、すごいすごいなって、まあすごくない人ももちろんいるとは思うよ、うん、でもやっぱり東京ってすごいなって思う。本当、うん、なんで違うの？いやなんか別にどこかっていうわけじゃなくて、それはもうやっぱりこうね、このチアーズっていうイベントが、うん、なんかこう選んで集めていただいたね、うん、そういう日だったりとかするから、うん、やっぱりなんか素晴らしいよね、うん、そういう日っていうのはなんかピンとくるところがどこかに絶対あるなっていう気はする。うんうん、出てる出演者の皆さんとかに、うん、の中にね、自分的にだからなんかやっぱりそういうのを打ち上げで言うとか、う
うん、なんかそういった逆に言ってもらったりとかね、うんうん、そういったことはあるよね。ああ、そっか、なんかこう地方からね、うん、上京してとかっていう子も多いしね、うんうん、そうだね、もうまさに俺とかそうだったしね。そうだね、うん、確かにそれで意味仲良くなること多いかもしれない、うん、だから打ち上げとかってさ、うん、なんかそういう話もできて、まあ、そういう話ももちろんするし、はい、さっきみたいにこの先輩がこういった曲があるよみたいな話っていうのもあると思うし、ただ本当に俺はね、確かにその3月26はそのゆうみはそのドラムの人とさ、すごく2人でずっと話してたじゃん、うん、俺らその横で、うんみんなでワイワイ、ワイワイしてたね。そう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 、何やってたかっていうと、うん、中身のない話をどれだけ中身がないままただただワイワイできるかっていう、なんかこう結局ね、次の日なんかこう、あー楽しかったな、でも何が楽しかったんだっけって思うことはすごく多いな俺は。まあ、それはライブありきですけど出やすけど出やすけど、うん、そうなんだ。でもそれってさ、なんか気使って何、うん、気張ってないのそれって、気張ってるって、もちろんやっぱりなんかそのね、初めにましてだから、うん、やっぱり初めにまして、うん、初めにまして初めましてだから、うん、やっぱりこうぐっとこう楽しい一日になればいいなって思ってる部分はあるけど、うん、本当にでも話してた内容はずっと謎だったなっていう。でも確かになんかその靴下のからいいっすねみたいな話とかしてたもんね、それずっとね、うん、してた、うん、あ靴下、お何その靴下、絨毯みたいじゃんって本当に何でもないみたいな。いや僕すいません無地なんですっていうやつが出てきたらいやそれはねきっとその色はね本当に君の心模様のようにこうスッと透き通ってるねって何の話してんだみたいなね。なんか それさ、うん、本当に当たり障りない感じでやらないとさ、いけないじゃん。なんかそれです、なんかすごい一歩外したら危険じゃん。なんか君はそれはもう、うん、心の中がもう無だねみたいな感じのさ言い方とさ、いやいや本当にさ、それはピュアだねっていうところのオチまで言わないとそうそう、まあだからずっとフォーマスよね、うん、だからなんかこう、うん、今のなんだって、うん、なんかこうなんだっていうところは、うん、あの思う瞬間もあるかもしれないけど、全然俺が言いたいのは本当にただただ楽しい時間をみんなと過ごせればいいなって思うっていう、うん、だから中身は謎だっていう話ですよ、ね、うん、もう聞いていただきたい曲もありますもんだってそういう曲でじゃあ中身がない曲を今から書けようとしてるんじゃないよ。いや全然違うよ、そういうのじゃないよ、うん、じゃあもう1曲お送りしたいと思います、はい、じゃあデベソの新曲です、ポーションブルーからザ・クエスチョン、どうぞ。Summertime, take me with you once again. You got me feeling good, you got me at the root, and you're asking me to do all the same. Ooh, you got me feeling good in the better times. Take me with you once again. You got me in the mood, you've got me acting foolish again. You're asking me to do all the same. Time, take me with you once again. You've got me feeling good. You got me acting rude in the rain. You're asking me to do all the same. Ooh, you've got me feeling good in the better times. Take me with you once again. You've got me in the mood. You've got me acting foolish in pain. You're asking me to do all the same.
down。Need a man talk. Decline a level of conversations. Everybody say shit like an education. Now one time, I guess it's information. Two times, it's like an explanation. But three times, it's all manipulation. Everybody say shit like an elevation.26, yeah. Surrounded by my bosses and their mistresses, hey. Preaching the way the business is under the table, silent right. Witnesses. Twisted is the system when the vicious is nutritious. Label too deep and moody. La 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 resistance. Yeah 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 yeah. Need more la 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 love. Farm too deep 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 deep. You too sh 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 shallow. Yeah 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 yeah. Need more la 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 love. Farm too deep 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 deep. You too sh 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 shallow. Like an explanation, but three times is all manipulation. Think it's time you say shit with some elevation. FM Naha 78.0MHz。 あなたの夢を叶えるラジオ。お送りしたのはデベッソのポーションブルーからザ・クエスチョンとシャロー
の2曲をお送りしました。はい、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、あのですね、はい、またまた嬉しいお知らせがありますか。うん、なんと、あのね、ポーションレッドとポーションホワイトをディスクユニオさんで、うん、この委託で CD をですね置いていただいて、そうですね、ホワイトがあの週間ランクで5位入ったじゃないですか。入りました。に引き続きですよ、ほうポーションブルーも、ほう3月19日付の週間インディーズチャートに5位に入りました。 ありがとうございます。本当になんというか嬉しい、これも本当にディスクユニオンと、うん、買ってくれた皆様のおかげでございますね。本当ですよね。本当にありがとうございます。嬉しいな。いや、なんかやっぱり、うん、あの自習で出していたから、うんうん、そのライブ会場とかでしかあの販売ができなかったので、まあ、だからそうやって CD を置いていただける場所が、うん、そのねあるとね、うん、その自分たちがこう、うん、行動を起こしてやるよりもこうなんだろうだからね、なんかこの広めていただけるというか、あともうなんていうかプロモーションなんてね、うん、なんていうかこう本当にね、別にそんなあれなんですけど、ライブだけをやって物販にやってるよね、おっしゃるようにね、そうやって取り扱っていただいて、それが地道にやるっていうことしかまあできなかったんですけど、今回そのディスクユニオンさんがそのじゃあうちにも置きましょうかっていうことをポーションレッドとホライトの時に言っていただいて実現してね、今回も5位に入ったと。そうすごい展開とかも丁寧に、うん、あのなんていうのジャケットが表でバンって見えるように、うん、こうなんていうの置いてくれたりとかさ、面出しね、面出し面出し、いわゆるいわゆるのか分かんない、帯だけじゃなくて面出しでバンってもうね本当に置いてくれてそうそう、でまあ最初はポーションレッドとホワイトだけで、うん、まあお願いしてたんですけど、はい、すごいあのディスクユニオンさんも、うん、あのなんかとても気に入っていただいて、うん、デビューの音源を、はい、あそうですか、でありがたいですね、ブルーもぜひ置かせてくださいっていう感じだったので、うん、いやいや、いいんですかみたいな、もうそれが本当にもう聞いていただいてるっていうか、なんかこう手に取っていただけてるっていうのを実感できますよね、うん、5位とかなんか、なんかそうか5位か、俺はね、うん、本当にねなんかこう5位になるなんて思っても見なかったよ俺本当にいや嬉しいよね、うん、本当にああこういうことあるんだなって思いました。ありがたいですね本当に、うん、ありがとうございます、うん、ぜひまあ、ちょっと取り扱い、うん、店舗、ね、そのどれだけ枚数がその店舗に置いてるかとかっていうのはこっちで分かんないから、一応そのお近くの、まあ、関西とかにも、はい、関東にもありますけど、あのオンラインも一応あって、うんうん、まあ、在庫がねすごい、まあ、少ない中で委託をお願いしているので、うん、枚数があるかどうか一応確認していただいて、うん、店舗の方に行っていただくと か、うんうん、なんかオンラインでちょっとチェックしていただくとかすると、うんうん、ゲットできるかなと思いますので、うん、ぜひぜひディスクユニオンさん の、ねうん、オフィシャルのホームページをチェックしていただけたらなと思います。思います。ぜひ引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に売り切っちゃいましょう ね、売り切ろうねソールドしたいよねここまで来たらね。そうですよね。それがディスクユニオンさんに対してもね、ああすごい恩返しでしょうでしょうでしょう、うん、でもまあただシンプルに嬉しい、ありがたい、うん、本当にありがとうございますというわけでじゃあこの辺でデベッソのライブ告知をしたいなと思います。はい、4月の28日日曜日、日曜日こちらは、渋谷グラッド、はい、渋谷グラッドにて元シャカラビッツのボーカルウキさんとドラムのマーさんが新しく結成したムビダットという、ね、バンドと、うん、RNA のコラボ、うん、あの洋服のブランドさん、はい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 、でまあそのムビダットっていうその2人がやってるユニットもブランドをね立ち上げていて、そのブランドと RNA のコラボでこう商品を作って、うん、まあそのイベントを盛大にやろうじゃないかっていうことで、そうですね、今回はツーマンで
我々デベースを呼んでいただきですね、はい、このイベントが実現することになりました。それが4月28日日曜日、渋谷グラッドにて開催されます、はい、もうなんかもう先行とかね、一般とか始まってるみたいなん で、 そうですよ、ね、ぜひぜひね、都合が合う方は来ていただきたいんですが、うんうん、洋服とかから興味を持っていただく方もいるかと思うので、なんか RNA のね、なんかコラボ作品とか見て、あ、なんか可愛い、これ買うならライブハウス行ってこう音楽と一緒に楽しみながらゲットしようっていうのも、まあ、ありかなと思うので、はいね、その辺からもチェックしていただけたらと思います。はい、楽しみだね。これムビだとさ、サポートでさ、うん、デベストのボーカルのレイさんがさ、うん、ベース弾くっていうね、ね、うん、そう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 、面白いよね、組み合わせが。だからデベストやった後にムビダットでベース弾くってことでしょ一人ツーステージの人がいるっていう、うん、ね、忙しいよね。そう、なんかもうツーステージっていうのはね、本当に、うん、なんていうか、でも一日中みんなの前にいられるっていうことだからね。あ、そうかそうか、とっても楽しみに。忙しいけどね。いや、そうだね、楽しいと思うよ、ね、うん、やってる方も。いや、応援しますと同時に頑張ります、はい、っていう感じで、はい、じゃあ4月28日日曜日、渋谷のグラッドでお待ちしてます。そうですね。そしてもうこの大事なライブを皆さんにお知らせせずとはもう ラジオ終われないよっていう感じで、5月の11日土曜日は下北沢シェルターにて、はい、我々デベストのこのね、うん、去年の9月から、4作品連続リリース、フォーカラーズポーションシリーズ、3色出してきましたけど、その、ラストカラーとなりますイエロー、ポーションイエローが、うん、デベストの初めてのワンマンライブで、開催するということで、うん、大丈夫だった今説明分かりやすかった。そう、4色シリーズのうちの最後の1色を発売を伴うイベントがワンマンだと。そう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 、そういうことです ね、 ね、まあ、リリースも、こう2曲 EP でね出して、でそれに伴うイベントを、まあ、ずっとやってきたわけなんですけど、それが最後ね、5月11日土曜日下北沢シェルターでワンマン、うん、はい、最後ですからね、派手にもうデベソだけでなんかね、やっぱりワンマンって、うん、なんかどうなんだろうね、何曲くらいやれるのかな。なんかそうね、うちも最高でさ、あのアンコールとか入れて自分たちの企画で多分1時間弱ぐらいだと思うんだけど、何がワンマンあとなるとさ、うんうん、イベントとは違って、うん、もっとできるわけじゃん。そうだよ、だからもう好き放題、好き放題っていうか、もう やりたいこといっぱいできるよね、うん、だからなんかこの何曲くらいあったっけなと思い返したりとか、なんかそのなんだろう、もう全てをお見せすると、うん、本当になんかデベストのね、うん、自信のあるところも、うん、ちょっと恥ずかしい部分も含めた、うん、丸ごとな、そういった丸ごとなデベストをお届けしようという、うん、なんかちょっとそう思うとなんかドキドキするね、よりドキドキするし楽しみだな。そうね、うん、なんかやりたいことあります？お、なんか演奏以外で、演奏以外で可能かどうかわかんないけど、うん、あ、演奏以外で、うん、今アコースティックやりたいとかっていうのを言おうと思ったんだけど、あ、演奏以外で だったら、うん、いや、なんか普通にトークコーナーとかやりたい。だから前さじゃあ前さ、あのアコースティックライブやったじゃん、うん、その時に、うん、トークコーナーやったの覚えてる？あ、なんかあったね。そう、カードとか、うん、デベストカードとか作って、うん、やってた。なんか質問が入ってるカードを引いて、それにお題として答えるってやつね、やったね。そういうのやりたいと。いや、なんかいいんじゃないかなと思って。あ、でもそういうのもワンマンだし、まあ、楽しいかもな。なんかたあるアンコールがあるとしてよ、あるとしてその前にやる、うん、なんか本編は本編でこうちゃんとデベスの音楽見せる的な感じとか、例えばね、うん、まあまあまあ、いろんなこうやりたいことをすごい妄想しているところなんですけど、まあ、ぜひね、あのどうなるかっていうのは5月11日土曜日の、はい、下北沢シェルターをちょっと楽しみにして、うん、そうだ ね、どうなるかぜひ、うん、このラジオでもデベソの曲たくさんかけてるので、うんうん、あの予習がてら、まあ、聞いていただきつつ、ね、5月11日を楽しみにしていただけたらなと思います。ちょっと詳細言う と、まあ、場所は下北沢シェルター、そして、オープンが18時半
スタートが19時、はい、前売り券は2800円とプラスドリンク、そして当日は3300円とプラスドリンクとなります。ぜひぜひ、もうぜひぜひふるってもう足を運んでいただけたらなと思います。はい、いやなんかあっという間に来そうだね、この2つのライブはね。そうね、5月11日めちゃめちゃ楽しみね、うん、4月も絶対楽しくなりますんで、あ本当に皆さんよろしくお願いします。今日も駆け足になってしまいますが、はい、今週はここまでということで、はい、じゃあ来週もともさん時間あったらね。あ本当ですね、うん、ぜひぜひ。だからもう本当にお花見と同じなんですけどまあ呼ばれるのであればね、うんうん、もうね本当に予定が先に入ってない限り来ますから、はいはい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ今週も、はい、デベソのユーミーとデベスのギターのともやがお送りしました。ありがとうございます。ありがとうございました。また来週。Inclusion.